ボールが出る、ね、中に、うっとこれは山本の方がここは防ぎきれませんでした、まあ、ただいいタイミングでしたね、はい、それこそディフェンスライン全部後ろ向きなんですよ、まあ、そこに流し込んだっていう意味では、まあ、もう一つ持ちたくなるところなんですけどね、はい、全員打ち向きですよね。クリアしようとしましたけれども、これがゴール吸い込まれてという形になりました。まあ、でも触ってなかったらひょっとしたらまた中間選手と触れてるかもしれませんから、はい。